はいこんにとは,は,ししは何かについては、えーまあ、簡単に言うと1周の長さを一定,にしたにあの一定にして輪にした糸の束ですね。前にのり付けの動画でもちらっとお話ししていますがかせ上げってすごく大事な作業だと思うんですけどあんまり情報がないなと思っていて網そ糸やヒビロ糸については見かけるんですけど 糸紡ぎに対するカーディング四の綿作りのようにその後の作業に影響の大きい作業だと思うのでよかったらしばらくご覧ください。えー、まあこれからお話しすることは当たり前で当然やってるっていう方も多いと思いますが私は以前は知らなくてあ今も知らないことは多いんですけど知った時にはもう早く知りたかったと思った方法なので、えー、同じような方もいらっしゃるかと思って動画にも残しておくことにしました。 えと例えばある程度の量の糸を稼げする人染めをする人とか塗り付けする糸の販売を考えている方などのお役に立てる内容かなぁと思っています、えー。この方法をまとめるとこんな感じであとでまたあのブログ記事などでもまとめる予定なんですがまあでもあくまで試験、うん、私が考えていることなのでいろいろ ご意見やさらに良い方法をご存知な方もいると思いますよかったらコメント欄などでシェアしていただけると,、えー、とご覧いただいている皆さんにもあのー、いいかなと思いますでこの後まず道具の話をしてそして実際に、えー、と巻、まあ、き方というかまあ,あと寄り止めまとめと進めていく予定ですがこの稼上げの、えー、すぐわかるイメージを先にお見せしてしまうと えっと、この糸玉のような巻き方ですね。これを大きくして、えぇ、ー、にするっていう感じです。これでもうなるほどと分かっちゃった人は見なくていいかもしれないですね。 はい、で道具の話なんですがこの糸玉を作る道具ご存知でしょうかこれ年季が入ってるのは母のものだからで多分昭和30年頃のものもかと思われますあ今もほぼ同じような品あの新品で、えー、っと品物が変わらず販売されていて、えー、っとシンプルなのにすごく優秀な作りの道具なんだなと思います。ここれは勝手にこう 回すと首をを振ってて糸の巻く位置を変えてくれるんですよねかせあげ機も自動で糸を振ってくれる道具があって「えー、水振り」とか「あやふり」とかいうのか私は持っていないのでお見せできないんですけど「あのー、水振りかせあげ」とかそういうワードで検索するとあの画像が出てくるので、えー、これも仕組みが面白い道具なのでよかったら見てみてください。 まあ、販売されているのは一度にたくさんの稼上げができるような大きい道具が多くて私は買えないなあと思ってたんですけどもう少しコンパクトで糸振りもできてしかもカウンターもついている稼上げ機も、えー、あるんだよと少し前に教えていただきましてこれも、えー、リンクをブログ記事か概要欄に貼っておきます。た、えー、ただ私ははのの、一周を1メートルにしたくて、上げ機はこれ、アシュフォードの あのものを買いました。えっとこれは一周を一メートル、一点五メートル、二メートルと変えられて、えー、このただこういう構造だとどうしても糸の力で釦がかしいでしまうかなと思ったんですけど、この釦はかなり太めでネジをしっかりあの巻いて固定していればそれほどあの傾きは心配しなくて良さそうです。ただやっぱり巻くときはあの力を込めずに と言って緩めずにできるだけ一定の加減でやることが大事っていうのは変わらないですかね。えっ、ー、と。あとこの道具は本来立てて使うものなんですけど、私はなんとなくあの横にして倒して使ってます。あの力加減がしやすい気がする。というか。まあ大事なのは糸と自分に。 余計な負荷がかからないように工夫することかなと思います。で、このかせあ機、カウンターがついていなかったので、後付けです。これ、これについてはブログ記事があって、えっ、ー、と、ね、二年前ぐらいなんですけど、磁石でカウントするような機械を見つけて、あの、適当に固定しているだけなんですが、今も問題なく機能しています。 カウンターもあのなかった頃は手で一本一本数えてたんですがまあやっぱり若干風が乱れるし数えるのも1,000本とかになるともう途中で何回も眠くなってしまってなんか時間はかかるしっていうことでカウンターをつけて今は数える必要がなくなったんですけど風上げ自体が眠くなる作用でこれはもうどうしようもないんですかね。 では実際の上げ作業を順を追ってお話ししていきます。まず紡いだ糸はスルスルスムーズにこう抵抗なく出てくるような状態にしておきます。引っかかったりしていると巻くときのテンションが不揃いになりがちだし、切れやすくもなってしまいます。 道具の配置も糸にあまり負荷がかからない角度になるように遠すぎず近すぎず自分もやりやすい位置にかせやげきや道具を配置しておきますこう細かいことなんですけど時間がかかることなのでできることはやっておくといいかと思いますえつ、ー、むぎ終わりを私は強めによりをかけて後で解ける輪にしているのでこの輪をこのまま真ん中の本来 えー、かせあげ機のか、真ん中にある、回すための棒ですね。ここに私は引っ掛けちゃってます。かせあげの最後に、この最初の糸端と最後の糸端を結びますので、最初の糸が少し抜きやすいように、上の方に保っておくといいです。ただ、今回ちょっと失敗して抜くときに手こずりました。えー、あと、回転方向は厳密には糸の寄りが戻りにくい方向とかあるらしいんですが、私はあんまり気にしてなくて、まあ、あの、あんまり、 大差ないだろうというか、さほど違いがわからないのでこだわらずやりやすい方でやっています。あと振り幅についてもあんまり細かくは考えてないんですが、どちらにしろまあきっちりはできないし手でやるだけなので、えー、あと杭の長さもさほど長くないし、まあ振り幅は限られているわけで、そもそも、えー、まあご覧の通り適当ですこの四段階をだいたい目安にはやってます。きっちりやりすぎると多分あの杭によって とかあるいは高さによって偏るかなと思ったんですが実際きっちりまあ高さや回転は守れてなくてそれがちょうどいい感じに適当に分散されているような気がします。でまあちょっと好奇心で本当にきっちりこの通り負けたらどんな風に偏るかは計算したのがこの表です。まあどちらにしろ4段階くらいが無難かなと思います。 えま,あまあまあでももしかするとちょうどいい加減があるのかもしれませんが今のところ私はこんな感じで落ち着いていて特に問題なくできていますが何か気づいていない何かはあるのかもしれません。えー、あと巻いてる最中はできるだけ一定の調子で強く巻いたり緩く巻いたりせずにあとはあの指先の感覚に気をつけて細い糸とかよりの強い糸の場合は特にこうよじれたまま ねじれたままそのまま巻いてしまわないようにですねできるだけ気をつけますで最後の糸端まで来たら最初の糸端と結びます糸かせの長さを揃えるためにこう切ったりつないだりすることもあるらしいんですけど私はもうこのまま紡いだままの長さでえとかせを作ってますただあの紡ぐ前に綿の重さを測って決めて一定のほぼ あの一定の重さのかせを作るようにしてるのでだいたいほぼ同じくらいの長さができるようにはなっているかなと思います。えー、っとこの最後結ぶ長さが足りなかったりしたらすごくあとすごく余ったりするようならちょうどいい程度に別の糸を足して調節します。後でああとでで合わせるるので結んだ後もあの少し余裕があるくらい がいいんですねまあ今回はちょうどいい長さな感じですでこの結んだ後に余った部分を編みそ糸と結んでいくんですねで一旦枷は枷で結んでから編みそ糸と後で合わせる方があの枷が乱れにくいというかたるみにくいと思います今回は編み糸を通すためにこう3つに分けましたが量が少なかったり扱いやすい糸なら2つでも 十分かなとあの私はこれまで大体2つだったんですけどただ4段階でこうあやふりしていると3つの方が分けやすいし3つの方がなんか風が乱れず広げやすい気もするなと最近思い始めてこうしてますね。はい、いろいろ試してみて自分のやりやすい方法をその糸によっても違うと思うので試行錯誤しながら見つけていくのが良いかと思います。えー、アミソイトと 風の糸ハシを結ぶときも私は後で解ける方の結びにしてます。ハサミをこう使うのが面倒なだけで、まあうそういう面倒くさがりな気持ちがない方は片結びでも良いかと思います。えー、と編みそ糸は2箇所ですね。あるいは風の輪が大きければ3、4箇所、えー、やることもありますが、まあ大体私は1メートルなどで2箇所ぐらいです。で 網そ糸がしっかり結べたら風枠から外します。あと、火星糸がきつくて網そ糸をこう差し込みにくいようだったら、あの風は少し緩めておいてもいいと思いますが、あの緩みすぎてしまうと扱いにくくなって乱れやすくなるので、そこはゆっくりですね。はいで、風を外すと糸がこうよりを戻そうとして、ぐーっと寄れていきます。同じ調子でよりがかけられているので。 えー、同じようなこうウェーブがかかって見えますね。より止めについては以前動画を投稿していまして、より止めの大事なポイントは煮るではなく干すことなのではないかという持論の動画です。理由もお話ししているのでよかったらご覧ください。えー、なのでこの動画では簡単により止めの作業は 作業をお見せするだけにしま水か、えー、ら煮ますがただ放り込んでもあの上に浮いたままで沈むまでに時間がかかるので落とし蓋をしたりしてもいいんですけど、えー、これ細い糸なので最初にぬるま湯で水分を少し、えー、吸いやすく簡単にできるのである程度吸水させてしまいます。 えー、なのでまあ浸水できれば火にかける必要もないのかと思いますがかけるとしてもあのそれほど長時間ではなくしっかり浸水が確認できたらもうひっくり返して消化して、えー、そのあとはある程度冷めるまで放置するだけですこの辺りあたり詳しくは先ほどの動画をご覧ください冷めてきて触れる触れるほどになったら軽く絞ってこすらないようにこう 水を切って干しますあとより止め動画では一つ言い忘れてたんですがあの撮影も忘れてしまったんですがこの時あの干す前にまず風の輪をを手とと足でグーッと引っっ引張りっこをしますあの今はどうかわかりませんが昔の身体測定でえ背筋を測る時の体勢といったらわ <laughs> かりやすいでしょうか <laughs> 片足の裏に糸の輪を引っ掛けて手,と手でで 糸をぐっと引き伸ばす感じですねかなり力強くやりますけど糸は束になっているので切れることはありません多分それから重しをして干します本当はこのペットボトルはあんまりおすすめしないんですが中央にこうへこみがあるんですよね丸みのものがいいんですけどあとは竿みたいなものに通して竿の両端に重しをぶら下げるとかですね風、えー、の裏表を考えて干します かせ上げした時の裏を持って、あの内と外といった方がわかりやすいでしょうか。外側、あの巻き終わりの方を、えー、内側にして干してしまうと、緩み、あのたるみがちになるっていうか、ちょっとこう、きっちり干せないので、ちゃんとかせ上げした時と同じようにして干すと良いと思います。あの表裏,裏内外、あのは糸の量が多いほどわかりやすいんです。あんまり。 糸量が少ないとそんなになあの内と外で差が出ないのでまあまあまり気にしなくてもいいかなと思うんですけどそもそもあの今回お話ししたかせあげ方法は最初にもお話しした通りある程度糸の量がある場合に効果が分かりやすいやり方だと思います。まあ、糸の種類 とか量によって臨機応変に対応できるようにこの方法もあの頭の片隅に残していただければ良いかと思います。おし上がったらもう一度計量して、ほんまあ、ほんの少し減ってますがまあほぼ変化はないかなって感じですね。というわけで、かにする糸の量がある程度の量ある場合は気を使った方がいいというポイントについてお話ししてきました。 機会がありましたらお試しいただいて、感想などをお聞かせくださると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。